フランスリーグディビジョン3リーグ昇格プレーオフトーナメントが始まります。この大会は今季リーグの3位から6位までの4チームが出場します。すでに今季の1位と2位は自動的に昇格が決定しています。ボルドー対ニオール、今日の試合解説水沼貴史さんにお願いしています。水沼さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。ボルドースタメンはご覧の通りです。ボルドーオーソドックスな布陣できました。バランスの取れた布陣できましたね。ボルドー、なんとか昇格へのチャンスを得ることができましたね。ファンの不安を一掃するためにも何としても昇格してほしいですよ。キックオフのホイッスルを前にスタジアムのテンションも最高潮です。前半45分のスタートです。左にボルドー、攻守が入れ替わります。一度下げます。ここで前半戦が終了。ここまで両チーム得点がありません。攻撃パターンが単調ですよね。ここまでの展開を振り返ってみましょう。まさにがっぷり四つといった互角の展開ですね。下げます。右へ、右のスペースを使います。打った、キーパー弾いた、合わせた、キーパー弾いた、チャンスですね。決めたぞ、ドリ。均衡を破ったのはボルドー、1対ドリ。ここでゴールゲットきましたね。今のゴールシーンもう一度、ドニ。あそこはよく詰めていましたね。いや、さすがですよ。あのこぼれ球への反応早かったですね。キックオフです。悔しい。リプレイが出ます。あー、どうしたんでしょうか。決めたかったですね。大きく左へ。いやー、少し雑でしたね。バルテス、一度下げます。この辺で一本通したいですね。前へ、クリア。いい感じですよね。どうでしょう、これルーズボール。ナイスカバーです。タッチラインを割ってます。ニオール、ここで選手交代があるようです。水沼さん、これどういう交代ですかね。とにかく点を取りたいですね。ゴール近くでのスローインです。
どうでしょうか、これ嫌なボールです。タッチラインを割っています。スローインになります。どうでしょう、これヘッド、うわー、レイボルド、この差は大きい。2対0、レイしっかり押し込んできましたね。今のゴールシーン、もう一度ご覧のようにボルド素晴らしい動きを見せましたね。水沼さん来ましたね、これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。今キックオフされました。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り2対0でボルドープレーオフトーナメント第1戦勝利を収めています。試合の方はご覧のような結果なんですが、水沼さん、ボルドー勝利の一歩を踏み出しました。